それでは早速進めてまいりたいと思います。DBC ですから参りました、小野博正と申します。私の回もウェブサイトに資料が全てありますので、アジャックス79とかで検索していただくと、検索だとトップページに出てきているこの講習会のページがありますが、これからですね、よいしょ、この真ん中あたりに、ここですね、講習会の資料は以下のページをというところがありますので、こちらから飛んでいただきまして、03H をのというところですね、ここに資料があります。ここまでまずちょっとたどり着いていただいて、基本的に今日私がやる内容は、全てここに書いてあるというふうになっておりますので、こちらたどり着けないと何もできないふうになってしまいますので、もしたどり着けてない方いたら教えてください。はい、それではこのページを元にやっていきたいと思います。で、今回はですね、私の回はタイトルがですね、遺伝子発現データの生物学的解釈を助けるデータベースウェブツールの使い方ということになっております。で、前回午前中の最後のセッションが次世代シーケンスデータベースということで、次世代シーケンサーで出たデータが、どんな風に出てきて、でそれがどんな風にデータベースに収まって、でそれ収まっているデータをどういう風に皆さんが検索をして探し出すかみたいなところの、基礎知識から実践みたいなことを、太田さんがやられたということになってます。でそうは言ってもですね、次世代シーケンスでデータを出そうが、例えばちょっと前に やられてたマイクロアレイっていう方法がありましたけど、ああいうのも一度にたくさんのデータが1万2万とかっていうオーダーでデータが出てくるわけですけど、その時代から変わらないのはですね、結局最終的にはそのデータからじゃあ何が言えますかとか、どういうあなたの主張を裏付ける結果になっていますかみたいなところを、皆さんが自分の頭で考えてですね、結論していかないといけないというところですので、その辺のいわゆるその辺をまとめて生物学的解釈とはこう書いてますけれども、ここをですね、人間がやらないといけないと、というかその研究者のここがまさにその個性の見せ所というかいうところですので、ただ言ってもたくさんデータがあるとなかなか全部人間の目で、例えばエクセルとかで一個一個遺伝子を見ていってそこから特徴を見つけ出すなんてことはなかなか難しいというところがありますので、そこの部分をですね、少しでもこう楽にするというか、人間が気づかないようなところをコンピューターがピックアップしてくれて、サジェストしてくれるみたいなデータベースウェブツールがたくさん出てきておりますので、そういうものの使い方をですね、今回のセッションでは中心に紹介をしていきたいというふうに思っています。はい、ということで、能書きとしてはこういうことですね。誰でも自由に使うことができる公共のデータベースとかウェブツールを基本的には紹介をします。で、研究のいろんな場面でですね、その一個一個の遺伝子の発現データを調べたりですとか、あとはもうちょっと後で、発現に差のあった遺伝子とかってよくやられると思うんですけど、実験区と対照区で発現がこんな2倍も3倍も変わったよなんていう遺伝子が出てきたりなんていうのは皆さんのお手元でもあると思うんですけど、そんなような時にですね、数百数千とかっていう遺伝子のリストみたいなのがお手元にあった時に、それをじゃあどうやって生物学的に解釈をするのを助けるかというその方法とですね、その結果の考察の仕方なんていうのを、考察は皆さん当然それぞれお持ちだと思うんですけど、一通り、どんなふうこういうデータが与えられた時にはどういうデータベースを使ってどう解釈することができるのかなんていうのを、実際のデータをやりながらですね、ちょっとクイズ形式みたいな形になってますので、皆さんそれぞれちょっと正解はそれぞれあると思うんですけど、考えていただいて、その考察の流れみたいなのを体験していただければなというふうに思っています。で、講習の流れとしてはちょっとたくさんですね、こういう生物学的解釈を助けるデータベースウェブツールたくさんありますので、それ全部をちょっと紹介することはできませんので、ちょっと独断と偏見によりまして2つ紹介したいと思っています。で、まず1つ目は一個一個の遺伝子の発現で、遺伝子がどういうところで発現しているのか、どういうサンプルで発現しているかっていうのを、シンプルにですねサーチしたいっていうような、
時に使うデータベースとして、REFEX と読みますけど、これを紹介したいと思います。でこれちょっとあの手前味噌ですが、私ども特に私がこれメインで開発をしているサービスですので、もし使いづらかったらちょっとこの場で言っていただけるとあの治るかもしれませんというところで、まあ、ちょっと紹介をさせてください。で次にですね、たくさん一個一個ではなくて数十個数百個数千個みたいなオーダーで遺伝子群を持っていますよっていう場合は、これもいくつかですねツールがたくさんありますけれども、太田さんが紹介をしましたけど、チップアトラスというツールがあの午前中紹介ありましたが、これを実際にちょっと今回は実習形式でやってみたいと思っています。時間が許せば、最後にですねこの統合 TV というのは午前中も 何台か出てきてたと思うんですけど、この統合 TV、 これも私がちょっと中の編集をやってたりするので、まあ、そこのちょっと紹介なんかをざっとしたいなというふうに思います。でやっぱあの質問なかなかしづらいかと思うんですけど、まあ、午前中なんかも結構そこから余談なんですけど結構重要な話があったりもするので、ざっくばらんに疑問に思ったことを言っていただくと講師も助かる場合が多々ありますので、素人質問みたいなのでも全然歓迎ですので、まあ、そのために講習会をですねやっているというところがありますので、せっかくの機会なんでぜひお寄せください。で私も知らないことたくさんありますので、あの知ってる人は教えてくださいということで、助け合いましょうということで、アンケートですねやっていただきましてどうもありがとうございました。そうですね、統合 TV を知っているということで、知らない人が4割くらいで、知ってる人が半分今日いらっしゃるということで、まあ、まだ半分知らない方いらっしゃるということなんで、ちょっとこの辺も紹介したいなと思ってます。であとは、先ほどの回でもちょっとありましたけど、自分で実験しますか、これからする予定ですかなんていう質問がありましたけど、アンケートの時点では大規模発言解析の予定はない方が3割ぐらいいたんですけど、まあ、これを機にあなんか結構簡単にできるじゃんみたいなことを考えていただけるといいのかなというふうに思います。でそれ以外の方は、すでに持っていたり、これから実験をする予定であるよとか、したいなと思ってるとか、あるいは、まあ、実験をするあれはないんだけど公共データをちょっと使ってみてやってみたいなんて方もいらっしゃるということなんで、まあ、この辺皆さんあの全て範囲に含みますので、まあ、ぜひともちょっと実際にやって手を動かしてみてですね、あなんか思ってたよりも簡単だななんていうのを感じていただけると大変良いのかなというふうに思います。それではやっていきましょうということで、個々の遺伝子の発現プロファイルを調べたいときにどうするかということなんですけど、皆さんどうされてますかね。なんか例えば論文を読んでて、なんかあの自分の知らない遺伝子がパッと急に出て、遺伝子シンボルがバッと出てきて、でもこれがすごいキーになってるよなんていうのが出てきた時に、まあ、どんな風な調べ方をされるかっていうと、まあ、いろいろ人によって違うと思うんですけど、まあ、多くの人は、まあ、まずそれをパブメドにクエリで入れてみて、これどんな論文が出てる遺伝子なんだろうなんていうのを調べてる方が結構多いんじゃないかなというふうに思うんですけど、今やですね、あのまさにここにちょっと書きましたけど、公共データベース上にですね、あのこういういろんな実験で得られた生のデータ、あるいは、まあ、二次データも含みますけど、まあ、そういうデータがですね、もういっぱい登録されてるんですね。で、誰でも使えるようになっているという時代が来て久しいというところになっております。でしかもですね、それはこの論文投稿時にもう義務付けられてるということで、あのもう出さなきゃいけないんですね。出さなきゃいけないということで、有名なあのデータはもうすでに皆さん利用可能なっていうことが実は、まあ、皆さん気づかれてる方もいらっしゃると思うんですけど、そういう状況になっております。でこれは遺伝子の配列のデータだけではなくて、まあ、いわゆる発現データなんていうのもまあ同じですよという話が書いてあります。日々大量にですね登録されて蓄積され続けているというところがありますので、まあ、これらをうまく使わない手はないだろうというところが今回のこのテーマなんですけど、これをうまく使えばですね、メリットとしては、まあ、予備実験をしなくていいとか、あとは自分の実験結果を指示するデータが自分で実験をせずとも得られるとか、で、あるいはちょっとそのデータの解釈に悩んでるとか、まあ、新たにどういう切り口であの実験を組んでいこうかなっていった時に、まあ、それを見ていくことでですね、あの自分の今まで考えなかったような新たな切り口を得られるとかっていうようなメリットが挙げられると思います。ただ一方で、これもうたくさん蓄積されてますよとかってこう僕ら よく言っちゃうんですけど、まあ、いざ皆さんの立場に立つとですね、まあ、まあそうは言うけど、まずどこをこう見たらいいのかもよくわからないし、まあ、その膨大な量のどれを選べば自分のいいデータがあるのか、
なんていうのもわからないし、まあ、そもそもそんな時間もないよなんていう方もいらっしゃってですね、まあ、ちょっと頭では分かっててもこう利用することがなんか、まあ、私には向いてないのかなみたいな感じで諦めてしまう方が結構多いです。そこでこれらの困難さを軽減するためにですね、この我々 DBCLS の方で、ちょっと作っているものがありまして、それがレフェックスということになっております。で、まあ、いくつか我々のところでも二次的なデータベースとかツールを開発してるんですけど、それのうちの一つということで、ご理解いただけると良いかなと思います。でレフェックスで何ができるかということなんですけど、これはここにちょっと書いてありますが、遺伝子発現解析の基準となるデータを快適に検索できるということが書かれておりますが、これ何かというとですね、もうこんなインターフェースですね。そんなに難しそうじゃないように私は思っているんですが、皆さんいかがでしょうか。なんかちょっとポチポチ押せそうな感じとかね、なんか検索してみようかなっていう気になるかなというインターフェースを作っております。でなんかこんな感じで結果が出てきて詳しくも見れるという、まあ、こんなような、3段構成になっております。でこれちょっと簡単に書きましたけど、こんな感じになってます。でこのレフェックスっていうのは公共データベースにある、まあ、正常な組織とか正常な細胞株、まあ、つまりこれ何のその処理もしていないとか、がん化していないとか、病気になっていないようなヘルシーな、例えば心臓とか健康な肝臓とか、あとは何の処理もしていないがん細胞株とか、あと普通の細胞株とかありますね。実験でポジコンで使う、ネガコンで使う細胞株ありますけど、まあ、そんなようなデータがですね大量に登録されているのを我々が探してきて、でそれを再利用して、で皆さんが検索しやすいように整理をして、ブラウズできるようにしているというサービスです。でもうちょっと細かいことを説明するとですね、このレフェックスで検索できるのは4つの異なる実験手法で得られたこれらの正常組織とか細胞株のデータを並列に見ることができるというところが一つ特徴です。で4つの実験手法って書いてありますが、これ発現遺伝子発現のデータを測定する手法っていうのがやっぱたくさん世の中にありまして、古今東西というのか、今昔というのか、まあ、昔からやられてる方法から最近やられてる方法までたくさんデータベースに登録されているわけです。まあ、その中から、代表的なものとして我々選んだのが EST っていう、これは昔からやられてる方法で、ご存知ですかね皆さん、エクスプレストシーケンスタグの略で EST なんですけど、これはまさにその次世代シーケンサーが出てくる前のサンガーシーケンサーとか、あの辺でちまちまやってた頃の実験手法ですね。まあ、そのデータっていうのがもう膨大にこれ過去溜まっています。今新規にはあんまり追加されてないとは思うんですけど、過去からの結構蓄積がたくさんあります。で2番目はジーンチップって書いてありますけど、これはマイクロアレイですね。マイクロアレイ法、アフィメトリックスっていう会社が出していた、マイクロアレイをジーンチップって呼ぶんですけど、まあ、それのデータです。これも一世を一時期風靡をしまして、まあ、十数年前ですね、もう皆さんやられてたんですけど、まあ、これも結構蓄積があって、NGS って言われてる昨今でも結構分野によっては、いやまだまだマイクロアレイだよなんていう業界もあるようで、未だにデータが少しずつですけど増えております。で3番目4番目これほぼ同じで、いわゆる NGS のシーケンサーで出されてきたデータですね。で1個目は KG と言いますけど、これもちょっとあんまり聞き慣れない方いらっしゃるかと思うんですけど、 RNA シーケンスの一種で、転写開始点を特異的にこうキャップして、そこからシーケンスをするっていう方法のことを特に KG と呼びます。これちょっと後で詳しくまた出しますけど、あとは一般的なトランスクリプトームのシーケンスの方法が、まあ、これ皆さんやられてる方もいらっしゃると思うんですけど、まあ、この4つの4種類が、検索と閲覧が可能になっております。それで、この KG っていう方法なんですけど、なんでこれ特別に入ってるかっていうとですね、ファントム5っていうプロジェクトをご存知の方いらっしゃいますかね。ファントム5っていうぐらいだから4もあって3もあって2もあって1もあるんですけど、これもともとマウスの機能アノテーションしようというプロジェクトで、理化学研究所の横浜の
研究室鶴見にあるところのプロジェクトとして始まったのがファントムの1と言われてるやつなんですけど、まあ、その後もいろいろ続いてですね、このファントムの5番目のプロジェクトではここにちょっと書きましたけど、ゲノムにコードされているプロモーターと転写因子制御のネットワークを明らかにすることを目的として、いろんなですね、正常組織、正常細胞、正常細胞株の膨大な刑事データを世界中でコラボレーションをしてですね、測定をして、それを公開してくれているというデータがあります。で、人で、全部数えるとですね550種類ぐらいで、マウスで300種類弱ぐらいのデータがですね、もう自由に閲覧できるようになっております。ですが、ちょっとファントムのオリジナルサイトに行っていただくとですね、これちょっとポチッと押していただいて見ていただくと分かる通り、ちょっと難しいような気が私もしております。転写因子を専門にこうご研究されている方向きというのか、ちょっとそういうふうに作られているところがありますので、ちょっと何でしょうね、分子生物学を皆さんやられている全員にフレンドリーかというと必ずしもそうじゃないというようなインターフェースになっているのかなという気がしておりまして、まあ、でそれでですね、このデータをただすごく有用で広範なサンプルが測定されてますので、これを使えないかなと思いまして、もうちょっと最近とか書きましたけど、最近というよりももう 3,4 年になるんですけど、これらのデータが追加されてですね、レフェックスのインターフェースでこれだけの膨大な種類のデータが見られるようになっておりますので、ちょっとこれは後で実習なんかでも触れたいと思います。で、あと、どういうデータをですね掲載してますかとか、オリジナルデータをどうやって処理してますかっていうのは気になる方いらっしゃると思うんですけど、まあ、その辺はちょっと時間のあれがありますんで今回紹介しませんけど、このリンク先にいろいろ書いておりますので、見ていただければと思いますし、ちょっと先飛ばしますけど、レフェックスで掲載されているデータは全て利用可能というところに、オリジナルデータの再処理の方法なんていうのはこのレフェックスの GitHub というのがありまして、そこにどういう、例えば、まあ、ちょっと簡単ですけど、どういうコマンドを使ってどういう正規化をしてなんていうのはここに書いてありますので、ぜひ、もしちょっとこの方法が気に入らないよなんていう方いらっしゃれば、自分でもう一回違う方法で再処理をするなんていうことも可能になっております。で、ウェブで見るだけじゃなくて、自分の手元のローカルのマシンで、例えば Excel でちょっともう一回図を書き直したいとかっていう場合もありますので、まあ、そんな時のためにですね、再処理済みのデータとか、あとはサンプルのその情報ですね、の全てのデータっていうのは、この FigShare っていう、なんでしょうね、科学のデータのレポジトリみたいなのがあるんですけど、まあ、ここに、全て置いてありますので、こちらも合わせて、ご参照いただければなというふうに思います。ごめんなさい、ちょっと飛ばしましたけど、でこのツールでできることは、まあ、いくつか書きましたけれども、こんなような感じになってます。まあ、これ当然正常組織、例えば肝臓でこの遺伝子がどのぐらい発現していますかっていうのはもちろん分かりますし、でもう一個は4つ手法を比較してますので、まあ、測定手法によってその遺伝子発現が意外に違う、あるいは意外に同じ、意外にじゃないですね、まあ、同じであることは前提なんですけど、実はものによって、発現量の差異があったりします。まあ、この辺が、手法の違いみたいなことが出てくるわけですけど、それをですね一度に調べることができるというのが一つです、特徴です。でもう一つは組織特異的遺伝子をワンタッチで検索可能と書いてありますけど、組織特異的遺伝子って皆さん結構やりますかね、ポジコンとかで使いませんかね。例えば肝臓で組織と肝臓特異的遺伝子としては何々が知られているみたいなのは結構こうね、肝臓の研究の論文の頭に出てきたりするフレーズだったりしますけど、まあそんなようにいろんな組織で特異的に発現している遺伝子っていうのが、まあ数は少ないんですけどいくつかありますが、それをですね我々の方でこの膨大な公共データからあらかじめ測定をしてまして、計算をしてまして、それがすぐにワンタッチで検索ができるようになっていますので、これも後で実習で紹介をしていきたいと思っています。でこの辺の上位の3つを、ね、うまく組み合わせると、例えば皆さん数十数千とまでは言わなくても、例えば3つ4つ追っかけてる遺伝子があるんだけど、なんかよくわからない
働きもよくわからないし、あんまり論文で研究もされてないんだけど、なんかよくわかんないなって言った時に、この発現データからですね、そのよくわからない遺伝子たちの、まあ、関係性ですとか、まあ、機能のつながりみたいな部分をなんかこう調べる、あるいはそこから仮説を立てていくなんていうことの道具にできればいいかなという発想で、サービスをしております。それでですね、で結構いろいろ使っていただけておりまして、ありがたいことに。でいくつかあるんですけど、一番ちょっとこういい例としてですね、こんな感じで The Reflex Analysis とか書いてくれてですね、論文に引用していただいた例というのがあって、こういう、これちょっと2014年の論文でちょっと古いんですけど、こんなような、これちょっとオンコジーンという雑誌なんで見られるか分かんないんですけど、見られるかな、あ、ちょっとお金がいりますね。ちょっと見られる環境の方は見られる環境で見ていただければいいなと思うんですけど、フィグの一つにしていただいたよなんていう例です。でこれちょっと簡単にですけど紹介すると、これはがんの研究者の方なんですけど、大沢の方が。でどういう場面でレフェックスを使ったかっていうと、まあ同じようにその発現解析実験をしてですね、まあ、発現の差があった遺伝子を入手したと。でそれは 何かっていうと、まあ、治療標的みたいな治療の候補の遺伝子として、その数百個得られた何か怪しそうな遺伝子が見つかったんですけど、その数百個全部さらに詳細な解析をするには人もお金も時間も足りないということで、なんかこう絞り込みをしたいなと思われたということなんですね。でこの次が非常にこの研究者の方がセンスのあるところで、仮説をしたんですね。これらの候補遺伝子の正常組織における発現量が低ければ、これがんの治療薬の論文なので、正常組織において発現が低ければ、例えばそれが治療標的としてその遺伝子が治療標的となった場合に、まあ、当然お薬とかになるわけですけど、そうすると例えば発現量が低ければ悪影響とか副作用が小さくなるだろうということで、なるべくだから正常組織に低い順に実験をしていったらいいんじゃないかというふうに仮説をされたんですね。でこの仮説のもとですね、その数百個の遺伝子をレフェックスで調べていただいて、正常組織の発現量が低い順に並べていったところ、うまくですね、その追加確認実験の優先順位付けをうまく効率的に行うことができて、いくつかの当たりがあったという、そういう報告なんですね。まあ、これも一例ですけれども、まあ、結構典型的な使われ方というのか、まあ、よくある例ですけれども、まあ、こういうような感じでですね、皆さんのお手元でも正常組織でちょっとあんまり面白くなさそうだなと思われる方もいらっしゃると思うんですけど、結構使いようによってはですね、こんなような使い方もできますので、まあ、ぜひ皆さんのいろんな研究の場面で使っていただければ大変嬉しいです。でその他ですね、いろいろ出てますので、ここのリンク先からご覧いただけますので、ちょっとお時間ある方、興味のある方はご覧になってください。でオリジナルの論文はこちらになってて、2017年の夏に出ております。あとちょっと日本語で書かれているものなんかもありますので、ちょっと興味のある方はご覧になってください。で統合 TV でもレフェックスの使い方はございます。はい、ということでレフェックスの使い方というか、レフェックスの大体概要を今お話ししましたけれども、ここまでで何かあります、よろしいですか。それでは、じゃあ、実習に早速入っていきたいと思いますので、レフェックスを使って組織特異的遺伝子を検索しながら、まあ、レフェックス全体のですね、使い方と機能なんかを概説していきたいと思います。でこの、実習の内容はですね、もうまさに、統合 TV に動画でなっておりますので、ちょっと聞き漏らしちゃったよとか、よく分かんなかったっていう場合は、統合 TV の動画を見ると、まあ、同じことをやっておりますので、どちらも参照できますのでご安心ください。それではもう分かる方はどん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 、これ番号順になってますのでやってってくださいね。で、分からない方は私と一緒にやっていくという形にしたいと思います。でレフェックスを開いてみてください。するとこんなような画面が出てきているんではないかと思うんですけど、こんな感じですね。でトップページからですね、いろいろキーワード検索ができたり、組織特異的に発現する遺伝子を見るっていうのがあったり、遺伝子オントロジー、遺伝子ファミリー、染色体、
まあ、こんなような、まあ、5つぐらいの切り口で最初トップページからは検索ができるようになっております。でちょっと今回は、組織特異的遺伝子を検索するというのが実習ですので、上から2番目に組織特異的に発現する遺伝子を見るという一つのカテゴリーがあって、こうアイコンが並んでると思うんですけど、これがまさにそれです。2番、画面中央のその部分の臓器アイコンにカーソルを合わせてみてください。でそうするとさらに詳細な部位のアイコンが出ます。こんな感じですね。脳だったら大脳とか小脳、脳幹、脳梁とかこういうのが出てくるわけです。これ血管系が動脈、静脈、リンパ節みたいなのが出てくるわけですね。こんな感じで、これ大きな分類で今10個になってますけど、最大で40分類中に入っております。で今回はちょっと例として一番典型的な肝臓、左から2番目の下の段にありますけど、これを選んでみてください。そうすると検索結果の一覧が表示されております。でこの検索結果一覧のページでは、相当項目を切り替えたりですとか、まあ、さらにそこから絞り込みをする。でこれ肝臓特異的の場合は470個今出てきてますけど、ちょっと470個も全部見るのしんどかったりしますよね。なのでもう少し例えば機能別に絞り込みたいとか名前で分類したいとかっていうのができるようになっています。であとリストへの追加なんていう機能もありますので、ちょっとこの後は手順の11以降でもう一回紹介しますので、ちょっと今回は置いといてください。で4番です。で各遺伝子の青い字の部分書いてありますけど、これちょっと一番上でもいいんですが、下が非常に典型的なので、このフィブリノーゲンアルファチェーンと書いてありますが、これを青くなっている部分がリンクになってますので、ここを開いてみてください。そうすると、検索結果一覧の次に詳細情報というページに飛びます。で1個前のページは、検索結果の一覧でしたけど、このリンクをですねクリックすると、このフィブリノーゲンアルファチェーンという遺伝子について詳細に調べることができるようになっています。でちょっと1個前に戻って、これがさっきの10分類がですね、ここに脳からこんな感じで、10個ありますけれども、その10分類のデータが実際のデータがこんな感じになってるわけです。でここビョンビョンビョンと高いですよね。この 縦軸が発現量を示してまして、横軸がそのサンプルの集まりです。なのでこのバーが高ければ高いほど発現量が高いというふうになってます。で今回肝臓特異的遺伝子ということで検索をしたので、まさにこういうような状況の遺伝子発現パターンを抽出しているというのかな、いうふうになっています。これ見てわかる通りですね、他の臓器では全然発現量が低いんですけれど、ある臓器だけで、外れ値みたいに、発現が高いみたいな発現パターンを示すというか、数字の並びがあった時にこれは組織特異的に発現しているようだというふうに、そこにですね情報を付与して、でそれを皆さんが検索をして、見られるようになっていると、まあ、そういう仕組みになっています。はい、で個別に行くと、さっき最大40個ですよっていう話をしたと思うんですけど、これ大きな10分類がここにアイコンが載ってますけど、それ以外にこう展開された部分、先ほど大脳とか小脳、脳幹、脳梁なんてのありましたけど、まあ、脳でいうと10個ぐらいこう小分類がありまして、血管系だと7個ぐらいみたいな形で、ある一つのカテゴリーごとにこう集まっているというふうになっています。でこれ最大で、40個を収まるようになっています。でちょっとごめんなさい前後しますが、5番ではヒートマップオンボディーパーツ 3D ではと書いてあります。でこれ 何のことを言ってるかというと、この左側なんですね、この人体模型みたいなのが出ていると思いますが、これのことを言っています。でこれはですね、ボディーパーツ 3D っていう、これも実は DBC レッスンのサービスの一つで、解剖学の教科書からこういう精密な 3D の画像を作る、モデリングをするっていうようなプロジェクト、それをで自分で構築できる、 3D モデルを構築できるみたいな、プロジェクトの一つです。でこれを使ってですね、真ん中を押してみましょうみたいなことが書いてあったと思うんですけど、
全身体幹部頭部って書いてあります。でこれ、こんな感じで頭で、今回は肝臓得意的なんで頭は見ても何もないんですけど、この真ん中の体幹部を見ていただくとこんな感じで、これ肝臓ですよね。肝臓のところが赤くなっていて、発現量の低いところは青くなっているというような感じで、まあ、ヒートマップみたいな形でその発現量をまあ視覚的に知ることができるというふうになってます。まあ、肝臓なんで今回ちょっと例が肝臓なので、まあ、誰でも分かるよというところあるんですけど、まあ、もう少し例えば背中側の腎臓とか胆のうとか、例えばそんなようなちっちゃい臓器ですよなんていう場合には結構これをですねぐるぐる回すこともできて、アニメーション表示とかってやるとぐるぐるこのマネキンみたいなのが回るようになりますが、私のところでは回りましたね。まあぼちぼち待ってれば回るようになると思いますが、こんな感じでぐるぐる回ります。はい、続いて6番です。で一番肝心なのがこの、そうですね、先ほどちょっと先走って説明をしましたが、この組織40分類別のデータのところです。これが実際の発現量のデータになってます。でこのバーがいくつか立ってますけど、バーの上にマウスカーソルを乗せるとその発現量がこんな感じで出てくるというふうになってます。でこれ同じ実験手法の中で正規化をしていますので、横の比較はできるようになってます。ただ縦の比較は直接的にはできないんですけど、まあ、相対的な比較というのかはできるようになっております。ので、例えばこの例えばジーンチップで 10.7 っていう数字とケージで 11.22 っていうこの数字自体にあまり意味はないと思っていいです。それで、そうですね、今7番に来ましたが、でここの場面で、ダウンロードをクリックするととありますけど、この発言データの全てをまるっとテキスト形式でダウンロードしたい、でもう一回自分でこの図を書きたい、 Excel で書きたいなんていう場合はですね、ここダウンロードっていうボタンがありますんで、ここを押していただくと、ここの、なんだ、今回はフィブリノーゲンアルファチェーンの各4手法の発現量のデータがダウンロードできるようになってます。そうですね、タブ区切りでダウンロードできますと書いてます。で基本的にはそういう感じで、で上のページはこんな感じになってまして、で下に行っていただくと、まあ、詳細情報というふうに書いてありますけど、 ID の情報とか、オーソログの対応とか、あと染色体の位置の情報、あと遺伝子ファミリー、遺伝子オントロジー、これジーンオントロジーと言いますけど、まあ、それにどういうそのアノテーションというんですかね、注釈の情報がこの遺伝子について付けられているかなんていうのを一覧ができるようになっております。なので、まあ、遺伝子を調べるとき皆さんどこで調べますかってさっき言いましたけど、例えばある人によってはパブメドじゃなくて NCBI のジーンっていうデータベースがありますけど、あそこに行きますよなんていう方もいらっしゃるかと思うんですけど、まあ、そこみたいな感じですよね。もう少し、発言、僕らの方は発言寄りになってますけど、同じような情報が出てくるようになっております。で、今8番を説明しますが、でその中でですね、ID、 いろんな ID が遺伝子についてついてますけど、一つまあ皆さんこの辺レフセックとかジーン ID とかこの辺は皆さんご存知かと思うんですけど、プローブセット ID っていうのがあって、これ何かっていうと、アフィメトリクスのマイクロアレイ、ジーンチップのマイクロアレイをやられた方はちょっとピンとくるかもしれないんですけど、この HGU133+2 っていうのがこの人のマイクロアレイの一つの種類なんですけど、それの ID なんですね。でこれを見ると何が見られるかというとですね、実はどういう情報が参照できるでしょうかと書いてありますが、これ実はこれ ggRNA と書いてググルナと読みまして、これも実は DBCLS のサービスなんです。なんです。でちょっと名前がね際どい感じがするんですけど、結構使えるサービスなんです。知る人ぞ知るというか。で今回紹介するのは割とこう
変わったというか、あんまりメジャーではない方法なんですけど、非常に便利な、発言解析やられる方は知っておくとおすすめな方法なんです。でこれ何を調べてるかっていうとですね、あのマイクロアレイの、まあ、原理を皆さんご存知の方はピンとくると思うんですけど、マイクロアレイってこういうプローブと言われている、あのこういう塩基配列がですね、こう十数本そのマイクロチップの上にこう乗ってるんですね、まあ、そこに、ハイブリダイズしたRNA がこう結合させて、結合すると蛍光色素がピカッと光る。でその光の量、大きさを数値化してるんですね。なので実際このどういうマイクロアレイが設計されているかっていうのを知っておかないと、どこの発現量を見てるのかっていうのがあんまりよくわからないですね。実はある例えばフィブリノーゲンアルファチェーンって言っても、それがじゃあね3プライム側なのか5プライム側なのかっていうのを結構重要だったりしますよね、あの研究によっては。なのでそれを調べたいときには、実はあんまり調べるの大変なんですね。普通に調べようと思うとなかなかこの情報って載ってなくて検索ができないんですが、このググルナを使っていただくとですね、まさに今このレフェックスのここから飛んできたわけですけど、飛んでくるとフィブリノーゲンアルファチェーンにちゃんと当たってるわけです。でこのリンク先を見に行くと、これ実はググルナでは NCBI のレフセックっていうデータベースがありますけど、これの中身をもう全文高速に検索できるっていうサービスなんですね。なのでこれレフセックに行っても同じもの調べられるんですけど、この下の方に行くとフィブリノーゲンアルファチェーンのこの頭から尻尾までこう配列が表示されてるわけなんですけど、そのうちこの色が変わってるところが今回その、マイクロアレイのプローブが設計されているところなんですね。でここで見て分かる通り、HGU133 プラス2っていうマイクロアレイではこの後ろの方の発現量を見ているんだなということが分かるわけです。でこれ遺伝子によって当然設計されている場所も違うわけなんで、必ずしも後ろの方ばっかりにあるわけでは、当然後ろの方は多いんですけど、あるわけではないので、それをもし例えばこれを公共データを使って自分のデータと比較をしたいとか何かものを言いたいときは、この辺をちゃんと調べておかないと、なんかちょっと違った誤った結論を導いてしまうようなことがありますので、公共データを使うときはこの辺ちょっと気をつける必要があります。よくその出所をちゃんと自分で確認しておくというのか、何を信用するかという部分で、いいんですよ、全然知らなくてもいいんですけど、詳しいレビューアーが見るとこれ後ろの方見てるけど大丈夫みたいなことを言われて、あれみたいなことになるみたいな、そういうこともありますので、自分でデータ使われる場合は、もちろん自分で実験する場合もそうなんですけど、よく確認をされていた方が良いと思います。でそんな場合にこういうツールを使うと簡単にサーチができるようになっておりますというお話でした。で、ググるのは普通にこういう用途以外にも、ちょっと余談ですが、こういう塩基配列がトランスクリプトのどこにありますかなんていうのを今一瞬で今返ってきたと思うんですけど、こんぐらいのスピードで検索ができますので、こういう短い配列はもうブラストとかかかんないですよね。 NCBI ブラストとかで入れても13塩基以下はダメですみたいなことをエラーメッセージが返ってくると思うんですけど、そんなようなのもできるようになっておりますので、で生物種なんかもたくさん入っておりますので、この辺ちょっと見てみてください。でこれゲノムが公開されていて誰でも利用できるもので、ゲノムじゃない、ごめんなさい、トランスクリプトなんかもレフセックに入ってるものは全て入ってるんですけど、ゲノムの場合はゲゲゲノムというのが実はありまして、これ兄弟サービスで、これトランスクリプトを検索するのがグーグルナなんですけど、ゲノムの場合はゲゲゲノム、覚えやすいですね。これを使っていただくと同じ高速サーチがゲノムでできますというふうになってますので、皆さんがやられているゲノムが登録されてないよということであれば、公開されているものであれば、開発者の方に、開発者の方も我々の同僚なんですけど、言って DBCLS の問い合わせにやっていただいても構わないんですけど、入れてくださいって言えば
叱るのちに追加されると思いますので、なんか繋がらないですね。似たようなインターフェースが出てきます。あ、来ましたね。こんな感じですね。で、最近これ私も知ったんですが、ブラストサーチみたいなことをちょっと例えば曖昧な、なんでしょうね、ギャップがミスマッチを許すよとか、ギャップを許すよみたいなサーチ、ブラストは結構やってくれると思うんですけど、ググルナはもう完全に完全マッチを基本的に最優先してるんです。なんで少し多少こう揺らいでもいいんだけどっていうような緩いブラストサーチみたいのをやりたい方は、実はゲゲゲノムでそれをサーチしていただくと、ブラストより超短い配列を、ミスマッチ、ギャップを許してサーチができるっていうのを開発者の方に教えてもらったんで、ブラストでちょっと短いのどうしてもダメだっていうのでお悩みの方は、ゲゲゲノムを使っていただくと超高速にそれができるようになってますので、ちょっとこちらも合わせてご利用いただければなというふうに思います。余談でした。8番今やりました。これ非常に有用でしたねということが分かりました。で、次に、9番に参ります。で、9番は右側にですね、遺伝子オントロジーっていうところがありますが、遺伝子オントロジー、ジーンオントロジーっていうのを今日初めて聞きましたっていう方いらっしゃいます？遺伝子オントロジーね、すごい難しいんです、これ。結構難しいんですよね。で、ちょっとここにリンクがありまして、これちょっとよそのブログなんですけど、非常にちょっとまとまってたんでよく使わせてもらってるんですけど、ジーンオントロジーの分類って書いてあります。で、GOID とか GOTERM とかってよく言いますが、それはジーンオントロジーの略なんです。で、これ辞書みたいなもので、用語が登録されてるんです、たくさん。で、何の用語を登録してるかっていうと、その遺伝子の機能情報っていうんですかね。例えばこの遺伝子は何でしょうね、セルサイクルに関係してますよっていうのは、これ機能の情報ですよね。で、それをもうちょっと詳しくいくと、この遺伝子はセルサイクルを抑制的に働く、抑制させる遺伝子ですよとかっていうのも、さらにもう一階層詳しい記述になってるわけですけど、そんなような形で、いろいろな遺伝子について、こういう用語をですね、ちゃんと整理をして、登録されているというプロジェクトがあります。で、これ、3つあってですね、バイオロジカルプロセス、あとセルラーコンポーネント、モレキュラーファンクションというのがあって、そのまま訳すとですね、生物学的機能とか、あとセルラーコンポーネントは、この細胞のどこにその遺伝子がよく極在しているかとか働いているかっていうような情報ですね。で、あとモレキュラーファンクションはもう読んで字のごとくで、これ分子として機能はどういうものを持ってるかとかっていう、この3つで大きく分かれていて、整理をされています。で、一番分かりやすいのはこのバイオロジカルプロセスっていうところですよね。例えばアポトーシスに関係してますよとか、細胞周期に関係してますよとかっていうような記述があります。で、これを使うと何がいいかというとですね、こう階層構造って書いてあります。これ特徴的ですね、階層構造。今私が言いましたよね、細胞周期を、細胞周期に関係しているっていうのは結構上位の概念で、その細胞の周期をポジティブに制御するのか、ネガティブに制御するのか、またそれは補助的に働くのかなんていうのは、さらにそこから細かい記述になってるわけですけど、それがこう階層構造というと、こうレベルによってこう大まかな概念から細かい個別の事象まで、階層的に整理をされているというふうになっています。っていうのがここに一応ちゃんと書いてありますよね。上位の用語ほど曖昧な用語になっていると。で、下位のほどより意味が限定された用語になっているというふうになっております。用語に親子関係、これ親子関係なんですよね。親がいてどん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 こうみたいな感じでこうつながっていくと。で、これがあると階層構造をたどると曖昧な用語でまとめて検索ができるので、今人間に優しいというところがあるんですけど、もともとなんでこういう整理をするかというとですね、昔から皆さん人間がいろんな遺伝子を、この遺伝子はこういう機能があるっていうのを記述してきたわけなんですけど、研究者によって書いてることがバラバラなんですよね、記述の方法が。細胞周期をポジティブにコントロールするって書いてあるものもあれば、細胞周期を更新させるとか書いてある。それは人間が見たらこれは同じことなんだなと分かるんですけど、これを
ことですね、コンピューターに解析させようとするともう別物みたいになっちゃうわけですよね、同じ意味をしているのに。なので、コンピューターに解析をさせるというか、うまく彼らに計算をしてもらうためにコントロールドボキャブラリーとかってなんか英語で言うらしいんですけど、ちゃんとあの統制が取れた、あの無秩序にこう用語がたくさんあるんではなくて、統制の取れた辞書を作りましょう、使いましょうっていうことなんです、まあ、それの総称がジーンオントロジーだと思っていただければ良いのかなというふうに思います。ちょっと大丈夫ですか、そんな感じの、そんな感じになってます。ちょっとこれも使いながらねやってってみましょう。でじゃあ実際どうなんだっていうことで、フィブリノーゲンアルファチェーン、これ肝臓特異的遺伝子で今発現を見てきたわけなんですけど、それのジーンオントロジーを見てみましょうということで見てみます。そうするとバイオロジカルプロセス、セルラーコンポーネント、モレキュラーファンクション、今私が説明したこの3つの軸で何かこういうタームがついておりますよね。これを一個一個がそれぞれ GO ターム、GO タームとかって言われている、機能の記述です。で、バイオロジカルプロセスが一番分かりやすいですよって話をしましたけど、ブラッドコアギュレーションって書いてあります。これ日本語で言うと、血液の凝固とか凝集とかっていう意味ですよね。なので、フィブリノーゲンアルファ、まあ、簡単に言うと、フィブリノーゲンアルファチェーンは、血液の凝固に関係していることが知られているっていうような意味合いになります。なので、名前を見てもあんまりいまいちこう何をしてるかって分かりにくいじゃないですか。フィブリノーゲンアルファチェーンって言われてもみたいなところはあるんですけど、遺伝子の名前を見てもよく分かんなくても、遺伝子オントロジーのタームを見ればだいたいどういう働きをしていて、どういう場所で、発現が見られているのかっていうのが基地なのかっていうのが簡単に分かるようになってます。その下見てみると、血小板の活性化とかっていうのに関係してるとかっていう、例えばなんかこう怪我が治るとか、その辺にもしかしたら関係がしてるのか、損傷を治すとかっていうようなところに関係してるのかななんていうのが、まあ、これを見るだけで、まあ、ある程度分かるわけですよね。でセルラーコンポーネントなんかだと、セルのコルテックスとかセルサーフィスとかっていう、でエクスターナルサイドとかって書いてるわけで、割とこう細胞の表側というか表面側とか、あとは細胞の外側ですね、エクストラセルラーマトリックスとかスペースとかっていうところによく極在して働いてるんだななんていうのが分かるということになってますので、誤解を恐れずに言えば、この遺伝子オントロジーを見るとその遺伝子の人となりが分かるというかいうふうになっています。でこれが、遺伝子、まあ、新しく見つかってきたものも順々についていくわけなんですけど、過去見つかった遺伝子については、まあ、ほぼ全て、こういう用語がついているというふうに思ってください。でこれでですね、を使うとレフェックスではこの5000なんとかっていう方をクリックしていただくと、今度1783件という結果が返ってきましたけど、これ何をサーチしたかっていうとですね、先ほどのこの GO0007596 はブラッドコアギュレーションというタームでしたけど、このタームがついている遺伝子を全部検索しました。なのでこのターム、血液凝固に関係しているということが知られている遺伝子が今のところ1783件ありますよ。レフェックスでは、レフェックスの中では1783件登録されていますということが分かります。でさっきよりちょっと増えちゃったんで、また小さく減らしていく方法、減らしていかないといけないとは思うんですけど、アルブミンなんか結構有名ですよね。血液が固まるのに必要ですよね。血清アルブミンとかね、あの辺出てきますけど、みたいな形で、まあ、結構馴染みのあるものがよく出てきます。なのである機能に絞ってこの機能に関係している遺伝子を全部調べたいんだけどって言った時には、このジーンオントロジーでサーチをするっていうのが一つ便利です。でこれが9番、今説明をしました。であとは、遺伝子オントロジー以外には遺伝子のファミリーっていう情報もあって、これ機能ドメインみたいなの、特徴的なドメインありますよね。 BHLH 型の転写因子とか、あとは7回膜貫通型プロテインとかありますよね。ああいう例えばなんか機能特徴的な遺伝子の構造上のそのファミリーを形成している場合には、
そのタームもついていますが、今回ごめんなさい、フィブリノーゲンアルファチェーンには今のところついておりませんが、ものによってはこちらもついておりますので、7回膜貫通型で調べたいとかっていう場合はそれができるようになっています。はい、10番まで来ました。でそれでですね、まあそれが大体通り一遍今終わりましたが、で最近追加されたファントムのデータはどこで見られるんですかということなんですが、この一番上まで戻ってきていただいて、ここにタブみたいな形でできているのが分かると思いますが、分かりますかね、ここにこういう感じでクリックすると切り替わるようになってます。で切り替えた先がファントム5ケージのデータが見られるようになってます。でなんでこれ分けちゃったかというとですね、このケージのデータはファントム5の実はデータをこの40分類に落とし込んだデータになっていますのでいいんですけど、これ40個までしか入らなかったんですよね、最初当初の設計では。なんですがファントム5いきなり550個も出てきてですね、ちょっと破綻しまして、新たにビューアーを作るということになってます。でこれがビューアーです。でこっからずっとこれサンプルが並んでおりまして、こっからここまで550個並んでおります。でこの青いバーが見えますけど、これが一個一個が遺伝子のサンプルにおける発現量の情報です。なので、まあ、全部これ550個見てってもいいんですけど、この辺なんかずっとゼロなんですね。でこの辺高そうなんでちょっと見てみようと思ったら、ここをですねちょっとこうクリックしていただくと、ここが拡大図で、ここは拡大図で、ここは全体が見られるようになってます。なのでこうビーッとこう動いていくとですね、こんな感じで移動してきました。でこう一番高いところはヘパトサイト、ヘパトサイトというと肝細胞、肝細胞ですよね、肝臓を構成する細胞なので、まあ、非常にリーズナブルというか、まあ、当然の結果になってます。であとは一番高いところを見に行くと、これが、肝臓のアダルトな肝臓、大人の肝臓ですね。で大人に見に行くと、これが胎児の肝臓みたいな形で、まあ、当然なんですけど、まあ、こっちのデータとこっちのデータ一致してるわけです。であとそれ以外にこの40臓器では全然出てこなかったようなサンプルがたくさん入ってきてるわけです。で今ちょっとこの辺ざーっと今説明しちゃってますけど、でここにじゃあ例えば、じゃあ他に今肝臓、ヘパトサイトとリバーを2つ見ましたけど、それ以外に例えばなんかリバーみたいなのはあるのかと思って検索をすると、リバーはないですね。リバーはないので、あでここに検索窓がありますので、ここでいろいろ入れてみてください。あとヘパトとかってやると5件出てきます。でそうすると今1個目ヒットしてますけど、これが、ヘパトブラストーマだから肝がんですよね、肝臓のがんの細胞株っていうのがあるんですね。 HUH6 っていうのがありますよとか、でその隣こうボタンを押していくと、次はヘパトセルラーカルシノーマセルライン、HEPG2、 HEPG2 って結構ちょっと有名な肝臓のがん細胞株ですけど、 HEPG2 のデータなんかも入ってますよなんてのが分かりますし、お隣はヘパトーマ、これも肝がんの細胞株ですよね。でヘパトサイトが出てくるというような形で、今550個全部ありますけれど、何かキーワード皆さんお持ちでしたら、ここに入れて検索することができると、でヒットするとオレンジ色になりますよということですね。はい、であとは、まあ、550個あとじゃあ何が入ってるんだっていうことで中見たい方は、ここのリンク先をクリックしていただくと Google のスプレッドシートにまとまっておりまして、アルファベット順に並んでおります。アディポサイトから始まってこうバーッとこう550個ですね、ここサンプルが入っております。なのでちょっと一覧全体を見たいよという方はこちらを見ていただくと探しやすいかなというふうに思います。レフェックスティシューのクラス40って書いてあるのが、40分類に使われたその組織サンプルのデータのことを示してます。これ相当なんかもできると思いますので、あこんな感じですね。
こんな感じでソートができます。このソートしちゃうとその自分しか見れないので、ちょっと皆さんもいろいろやってみていただくんですけど、やってみていただきたいんですけど、まあこんな感じで40分類順に並べた場合はこんな感じで、脳のサンプルはこんだけ入ってますよなんていうのが入っております。はい、ということで、これがだいたいファントム5です。で、非常にたくさんのサンプルが入っております。で、あとちょっと最後に、ソート項目のところだけ話をしますが、11番のところに行きますが、一回このフィブリノーゲンアルファチェーンに戻っていただいて、もう一個戻るしていただくと、まあ、470件で出ている場合と出ていない方はトップページからもう一回サーチした方が早いかもしれないです。肝臓でサーチしていただいて470件出てきます。で、リストに追加するとかソート項目を切り替えるとどういうところが変わりますかって書いてあります。ソート項目は今あの組織特異性の順、ティシュースペシフィシティが高い順っていう形で並び替えてますけど、まあ、それが各実験手法ごとに高い順とか低い順とかで並び替えることもできますし、遺伝子の名前順でソートすることもできるというふうになってます。で、最後、注目度の高い順低い順っていうのがありますけれども、これはパブメドの、パブメドって実はあの論文が出るとですね、パブメドの中の人がこの遺伝子は、あ、この論文はどの遺伝子について調べた論文かっていうのを一個一個こうタグみたいのをつけてくれてるんですね。で、それが実は公開されていて誰でも使えるんです。ジーン2パブメドとかっていうデータなんですけど、まあ、それを実は使っていて、たくさん論文が出ているもの順と読み替えていただければいいんですけど、注目度の高い順です。論文がたくさん出ている順みたいな形で並び替えられます。例えば、肝臓特異的遺伝子の中で今一番手垢がついていて競合他社が多いのはアポリポプロテイン E っていう遺伝子なんですね、とかっていうのが分かるようになってます。で、皆さん、私もそうですけど、研究者っていうのはね、ひねくれ者なんで、やっぱり手垢のついてないマイナーなやつからやりたいですよね。やっぱりね、宝の山はこういうところにあるわけですよ。で、そういう場合は注目度の低い順、これつまりはパブメドに論文になってない順ということです。数が少ない順ということですね。なので、まあ、ちょっと海のものも山のものもわからないみたいなところが一部入ってたりもするんですけど、まあ、一発当てるならこういうところですよね。で、全然大外れかもしれないですけど、まあ、とりあえず手垢はついてないということになってますので、まあ、そういう調べ方も実はできるようになっております。なかなかこういうデータベースってありそうでないような気がするんですけど、まあ、こんな感じになってます。こういう使い方もできるようになっております。で、あとですね、紹介をしているのは絞り込みは左側に絞り込みのバーがありまして、まあ、簡単なのは遺伝子の名前で、例えばリバーを含みます、インクルードしてますっていうので絞り込んであげると、470件ありましたけどそれが13件になりましたとか、あとはこのソルートキャリアなんとかっていうのはちょっとよく見るからもういいやっていう時に、例えばここにソルートって入れてエクスクルードしてとかっていうことも、リバーは含むんだけどソルートキャリアなんとかはいらないよなんていうような、遺伝子の名前だけですけどね、これは名前だけで、こんな風に絞り込みもできますし、まあ、同じような要領で例えばさっきのオントロジーを含むものだけ、例えば血液凝固に関係するものだけ、含んでください、あるいは含まないでくださいなんていうのもここの絞り込みでできるようになってますので、まあ、皆さん のご興味に合わせてうまくこの辺使っていただくとより検索結果の精度が上がるというふうになっております。これは今12番をやりました。で、最後13番です。で、リストに追加するっていう機能がありますので、これをちょっと紹介しますが、もう一回最初に戻って肝臓をして、で、例えばこのリストに追加するっていうのは各遺伝子にこうついてると思うんですけど、これいわゆるあれですよね、お気に入りに追加するみたいなイメージで捉えていただければいいんですけど、これページが変わるとその検索結果なくなっちゃうんですけど、このリストに追加するを押しといていただくと、このブラウザのキャッシュが残ってる間、このパソコンの中に、このブラウザの閲覧履歴が残ってる間は残ってます。
あ、消えましたね、ごめんなさい、あの嘘です、あのトップに戻ると消えちゃいます。あの検索をいくつか繰り返してる間は残ってます。あ、嘘だ、これちょっとバグってますね。表示がゼロなだけでデータ持ってましたね。ちょっとこれバグってますね。押してください。そうすると多分残ってると思います。で、ここはお気に入りなので何件でも追加ができます。なのであの全然関係のない遺伝子をこう追加するときはここにどん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 入れてってみてください。でやっぱりこう入れてったらこれを比較したいのが人の常で、比較のビューアーを作ってありますが、同時に比較できるのがちょっと場所の都合上3遺伝子まで3つまでになってるのがちょっと残念なんですが、3つ比較ができます。なので比較をしたい場合、比較をする、比較をする、比較をするってやっていただくとこういう感じで、先ほどの詳細遺伝子検索の40分類のデータが見られますよって話をしましたけど、そのビューが見られるように一つの画面でこう並列に比較ができるようになっております。で残念ながらファントム5の人で550個のデータはここではちょっと見ることができないので、次期のバージョンではこれができるように、今改良しているところなんですけど、でも現状のバージョンではできないようになっています。でどの遺伝子も肝臓特異的なところから取ってきてますんで、肝臓がこう高いですよっていうのが分かると思います。でこれのもっといいところはですね、実は発現量のデータではなくて、この書いてありますね、最後に遺伝子発現データやジーンオントロジー情報を並列に比較すると何が違いとして見えてきますか、でその違いからどういうことが考えられそうですかって書いてあります。でこれ下の方行っていただくと ID なんかもこう比較できます。ということは遺伝子のファミリーの情報とか、あとは遺伝子のそのオントロジー機能の情報も並列に比較をできるということなんですね。でこれ私たちちょっとした工夫をして差分を取れるようにしたんです。というのはこの列の遺伝子とこの列の遺伝子とこの列の遺伝子で持ってなかったら持ってないよっていうふうに書いたっていうことなんですね。これ普通のデータベースだとこれ全部上にこう行っちゃってますよね。あの差分が分かんないようになってるんですけど、これだから、これの示しているところはこの遺伝子は血液凝固に関係しているってことは知られてるんだけど、隣の遺伝子はそういう今のところ実験データないってことなんです。で隣の遺伝子もないってことなんです。なので一番左の遺伝子だけが血液凝固に関係しているっていうことが分かってるんですね。でこれもともと戻っていただくと肝臓特異的遺伝子なんで、なんか機能は当然似てるはずですよね。遺伝子発現パターンが似てるってことは、まあ、機能も似てるはずだっていうのは通説だと思うんですけど、どうやら違うらしいということが、まあ、このデータを見ると分かるわけですね。これですね、ここに差分が明確にと書きましたけど、とすると、まあ、肝臓って皆さんと思い起こしていただくといろんな働きをしてるんですよね。血を栄養を溜め込んだりとか、あの解毒をしたりとか、ね、あの再生したりしますよね、肝臓自体が。とかっていうふうにいろんなあの肝臓って機能をしているので、まあ、当然機能が違っててもおかしくないんですよね、肝臓特異的遺伝子といえども。ということを実はこれは如実に示していて、まあ、肝臓特異的な遺伝子発現パターンを示したからといって同じものとは限らないということなんですね。で逆に皆さんが不詳なよくわからない遺伝子が3つ例えばあったときに、まずこれ並べてみていただいて、発現が全然バラバラなんだっていうことがわかるかもしれないし、意外な臓器では発現が一緒だったとかそうじゃなかったとかっていうのがもし分かったら儲けもんですよね、一つ。でもう一つは実は自分が知らなかったような機能の情報がジーンオントロジーとしてついていたとか、全然機能は別々だと思っていたんだけど、あの同じ機能の情報を持っていたっていうことがこのビューアーで分かると、そこからなんかちょっと新たな着想を得ることができるんじゃないかなというふうに考えて、こういう比較のビューアーを作りましたっていうことで、まあ、そういうようなあの思想をちょっと踏まえてですね、いろいろやっていただければ大変ありがたいです。まあ、最後ちょっと時間を取りますので、自分のテーマに関連する、またはあるいは興味のある遺伝子について検索をしてみてください。
ちょっとあれですね、あ、すごい来てますね。遺伝子手法による差異が見られた場合にどれを信じていいかわからない。そうですよね、世の中はそうなんですよ。あの、信じられるものは自分だけみたいなところがあるんですけど、いやでも本当にそうで、あのね、俺は信じてるけどあいつは信じられないっていうのはまあよくあることなんで、まあ、それがなんていうんですかね、あのバイアスなく表示されてたらそれが多分真実というか、あの事実としてはそうなんですよ。ただそれがどういうふうにデータが出てきたとかまでわからないと、そのデータが本当に正しいのかどうかはわからないですよね。それは自分がデータを出してればそれはわかりますけど、意外にこうピペッティングをミスってたとかなんていうことが、まあ、ザラにあるわけで、なので僕らは結構アノテーションちゃんとつけてくださいみたいなことを、それがないとあの第三者がね評価できないんですよね。なので、どれを信じていいのかわからないのはもうその通りなんです。ただでも自分の中で これは信じられるっていう軸を自分なりに決めてやる必要があるんですけど、それを評価する軸が情報がないと信じようがないので使えないよねということになるので、これはどっちかというとデータを出す方の課題でもありますが、まあ、皆さんもデータを出すときはまさに自分のデータが今度見られる立場になったときに、このデータ信じられねえなって言われちゃうデータを出しちゃうとあんまりよろしくないということになるので、まあ、これ結構お互い様みたいなところがありますんで、まあ、皆さんでよくしていきましょうみたいな話です。発言値が実験手法によって異なるのはどのように解釈すればよいでしょうか。そうなんです、これだから、まあ、まあ信じられ、この話ともちょっとつながるんですけど、実験手法によって、あともう一つの側面は違いがあるんですね。実験手法によってその得意な実験手法と不得意な実験手法みたいなのがあって、よく説明しているのは、先ほどのマイクロアレイのデータをの入ってますよって話をしましたけど、あれはあのハイブリダイゼーションしてるっていう話をしましたが、どうしてもハイブリダイゼーションしてる関係上バックグラウンドが高くなるんですね。本当は結合してないのにちょっとだけこう傾向がピカッて光っちゃってるのを感知して、なんか値が あたかも発現しているかのように出てしまうという弱点があります。これなんかが非常に典型的ですけど、フィブリノーゲンアルファチェーン見ていただくと、ジーンチップ脳で 2.46 とか出てるんですよ。こうやってなんか発現、これ発現量ですって僕説明しましたけど、なんだ肝臓特異的だけど他の臓器でも出てるじゃないってジーンチップだけを見ると思いますよね。なんですが、ケージのデータを見ると、見てください、このもうほぼゼロの中で11とか出てるわけですよね。というように、あの実は多分でこっちの方がいいというのは、あのこれ RNA シーケンスの手法なので、手法の違いなんです。これまさにそのシーケンスをしているので、転写産物がなければシーケンスなんで読まれないんですよね。で読んだ断片が、さっきあのシュレッダーの説明してましたけど、紙がないところにシュレッダーのゴミは溜まっていかないんですよ。なのでなければないようになるんです。こうやってゼロとかで、だけど一方でジーンチップはちょっとなくてももうベースのラインで光っちゃうみたいなところがあるので、この辺の実験手法の癖というのか特徴をよく掴んでおくと、まあこれなんかもだから差異があるといえばあるし、ないといえば、見る人が見ればまあこれはそうだよねってなるんですけど、まあそういうなんかこうデータを見る目を養うというか、どうやってこのデータが出てきたのかっていうのを考える必要があるので、こういう実は比較のビューを出しているというところがあります。なので今、まあ、これなんか一例ですけど、あのこういう例がよくありますので、例えば転写因子だとあの発現量がどうしても低いのでなかなか検出されにくいとか、まあ、あとは例えば分泌系なんかはすごい分泌されてるんで、発現量がすごい高いとか、まあ、その辺はいろいろその辺を考慮して見定める必要があります。発現量の数値は相対値でしょうか。そう、横は絶対値というか、横で補正をしていますので、サンプル間の補正をしていますので、横は絶対値で比較ができますけど、縦は相対値です。レフェックス発言もエラーバーは今のところついてませんが、大体複数サンプルあるやつを選んで丸めちゃってるんです。もう3つサンプルがあったらばアベレージを取って1つみたいな形にしてますので、オリジナルデータを見に行けば、
エラーバーを自分でつけることはもちろんできますが、 FX のデータとしては結構丸まっちゃってる形になってますので、つきますかというか、まあ、つけようとすればつけられますということです。サンプルの条件はありますか。人のデータでサンプルの条件はなくて、どっちかというと、数多くのサンプルを測定した正常組織の測定をした実験プロジェクトが一番好ましくて、僕らの方で収集をしています。磁気場では GTEX っていう人のいろんな年齢性別老若男女のデータをやったデータが次の版では出る予定です。PCR のデータ載せないのでしょうか。 PCR のデータはなかなかこういう感じで正規化するのが大変なので、今のところ載せる予定はないです。上下の方法間の比較はできますか、はさっきの相対値の話でよろしいですかね。相対的にまた例えば順位相関みたいな感じでランキングをつけていって比較をするなんていうのはもしかしたらできるかもしれないです。ファントン5でデータで臓器分、そうですよね、今のところでできないんです。これバージョン2でできるように今鋭意開発しておりますので、ちょっとお待ちください。リストを使って発言量 CSV エクスポートはできなくて、TSV です、タブ区切りです。なのでExcel に読み込むときに TSV です、タブ区切りテキストですっていう指定していただければCSV と同じように扱ってくれますので、それはできるようになってます。期間である細胞株に発現が高い、これはね今できなくて、これ相当がしたいですよね、サンプルでね。これも磁気板でできるようになってますので、現在はできないようになってます。リストにある同一遺伝子の人マウス間はリストに並べ替えはできないんですね。さっきのオーソログって詳細遺伝子のところでオーソログがありましたけど、あそこではできるようになってますので、生物種が変わっちゃうとちょっとできないよ。ケージで発現量に RNA-seq で検出できてない場合の解釈は、はい、これ実は RNA-seq のデータの更新をサボっていることでが起因してまして、この RNA-seq のデータがちょっと古いんですわ。で、古くってあんまりデータが入ってない、もう初期の2011年12年ぐらいのデータをそのまま引きずっちゃってて、あんまり言ったら参考になりません。こう言っていいのか分かんないですけど、なのでケージを見てください。ケージがすごいです。ケージがちゃんと網羅的にたくさんやられてますんで、もうケージを RNA-seq と読み替えていただいてもいいぐらいなので、ぜひケージをお使いくださいということで。人マウスラット以外生物種利用可能、そうなんですわ。これね、いろいろ言われておりまして、磁気板では今のところショウジョウバエとイネとあとカイコとかで、あと豚もやりたいなんていう話をしておりますので、ちょっとだ生物種、多生物種に対応しようというところで進めておりますので、ちょっとご期待いただければというふうに思います。すごく質問いただけてありがとうございます。最後ちょっとこれはとっておきなんで、オクト4ってあるじゃないですか。出てこない、オクト4は出ないですね。パウ 5F1 っていうのは本名なんですけど、これは山中ファクターです。万能細胞でしか出てないという。で、これが本当に万能細胞でしか出てないかを自分で調べた方っています？これ調べられるんですよね、簡単に。もしかしたら山中先生が嘘ついてたかもしれないっていうのは、やっぱ、ね、研究者としては疑ってみるっていうのは大事なこと で、これが最近できるようになりました。で、ファントン5で見ていただくと、で、先ほど私が何の根拠でケージのデータを信じろっていうふうにこれを使えって言ったかというと、これを見ていただけると分かるんですけど、こういうことなんですよ。全然発現してないんです、他の細胞で。で、ここで発現しているのはオクト4ですよ。これテトラカルシノーマ、肺性がん細胞、ES ががん化したようなやつですね。と、まあ、この辺全部テトラカルシノーマ、あとは あれですねジャームセルのカルシノーマとか、こういうかなりもう弱弱なというかもう初期のがん細胞ですけど、まあ、これか ES 細胞ですね。これ ES で、これ肺葉体で、これがこれも GFP の ES 細胞で、隣が iPS 細胞。そうなんです、 iPS 細胞も入っております。
ということ でそれ以外は何これ測定してないだけじゃないのと思われるかもしれませんが、これちゃんと測定してるんです。0000なんです。ファイブロブラストなんて当然出てないわけですよね。というように、山中先生正しかったんですけど、オクト4をちゃんとこうちゃんと測定されてるんですよ、ケージで。なので皆さんのお手持ちの遺伝子も当然入れてみていただいたら、思わぬ細胞株とか思わぬ臓器で発現してるかもしれないですよね。っていうのが、こんな感じでオクト4でこうなんだったら他の遺伝子でもちゃんと出てるはずですよね、きっとね。というふうに捉えれば、結構ケージワのデータは信用できるデータで、かつサンプルも多いので積極的に使いたいというところで今我々宣伝をよくしていますので、これは一つの、非常にポジコンというかいい例なんですけど、ぜひ信頼して使っていただければいいなと思います。以上です。レフェックスはこんな感じで、だいぶ長くですね尺を取ってしまいましたが、であとこれレフェックス、これはお前がやってるからだろうと思われるとあれなんで、ちょっとこれが使いにくいという方もいらっしゃると思うんです、生物種なんかも含めて。なのでいくつか関連するツールがやはりありまして、皆さんの研究対象であるとか、使い勝手とかでいろいろ使い分けていただくのが一番良いと思います。で一番いいのは、一番、サンプルが多くて生物種も多くていいのはエクスプレッションアトラスっていう、これEBI、ヨーロッパのバイオインフォマティクス研究所がやってる発現解析ツールです。でこれ統合 TV を作ってありますので、ちょっと、文句を言えば、可視化に癖があるというか、ちょっと直感的じゃないかなと私なんか思うんですけど、生物種はすごいたくさんあります。マイナーな生物種から、ヒトマウスはもちろんのことたくさんありますので、例えば先ほど、牛とかないんですかって、豚とかないんですかって話、鶏とかないんですか、あります、エクスプレッションアトラスは。なので、ちょっとこの辺当たってみていただけるといいかなと思います。あとオーソログ関係、先ほどもちょっと質問ありましたけど、オーソログっていう観点で、遺伝子発現パターンを比較したいなんていうケースもあると思いますけど、それに特化したツールで BG とこれ読みますけど、こういうデータベースもあります。でこれも統合 TV がありまして、RNA-seq とかマイクロ RNA などで得られた発現パターンについて、オーソログをもとにこう比較のビューが出るというようなツールになってますので、ちょっとその辺の相同遺伝子の検索をしたいなんていうのは、BG を使うといいと思います。であとマイクロ RNA をバリバリやってて RNA-seq はしないっていう方は、もうアフィメトリックスのマイクロ RNA だけをどんどん追加されているこの BioGPS っていう結構昔からあるデータベースなんですけど、これを使っていただくといいと思います。これ結構昔私の回で紹介をしてたりもするので、使い方の動画なんかもたくさん出ております。はい、駆け足ですがこんな感じで、個々の遺伝子については以上にしたいと思います。と言ってたら1個入りましたね。ノンコーディング RNA は対象にしていますか。今現在はレフセックに入っていれば入ってますという答えですね。で、もっと言うとファントムプロジェクトの5のフェーズ2っていうのもあって、そこには少しずつノンコーディングが入っていて、でファントム今6っていうのがオンゴーイングでやってますが、それはもうノンコーディング RNA がメインのデータセットで、今後それもレフェックスに収載しようというふうにしてますので、今後さらに充実するかなというふうに、今は一部が入っているというような認識で良いと思います。はい、それでは、数十数千の遺伝子群の生物学的解釈ということでやっていきたいと思います。で、これがまさに、皆さんご苦労されているところで、たくさんあって見切れないよというところだと思うんですが、これをやらないとやっぱりあんまりその生物学的に意味がないというか、いろんな実験をしてRNA-seq でもマイクロ RNA でも何でもいいんですけど、なんかデータが出てきて統計解析しました、クラスタリングしました、主成分分析しましたとかいろいろ論文こう書いてあるんですけど、ここってあんまりこうバイオロジーがないんですよね。特にその数字の並べ替えというのか、数学的なその並び替えであって、その後にじゃあいろいろクラスターごとに分かれましたとかなんとかになった時に、じゃあそれぞれがどういう意味があって、この実験条件とはどういう関係があるのっていうところをやらないといけないと、ここはどうしても避けて通れないところですよね。一番面白いところでもあるんですけど、なのでここの必要性はずっと昔から変わっていないというふうになっています。でこれももう無数に、ツールがあって、先ほど紹介したジーンオントロジーっていうのを使って、エンリッチメント解析といって、そのあなたの投げたリストにどのぐらい優位に
GO のタームがエンリッチ濃縮されていたかっていうのを、それ統計的にかなり優位にエンリッチしてた濃縮してたとかっていうのを測定するのが一番よくやられる方法です。でたくさん、使い方なんかもあって、我々講習会でたくさん説明をしてきましたので、過去にちょっと資料がたくさんありますので、もしジーンオントロジーを使って、こういう数百数千の解析をやりたいよっていう方は、過去のアジャックスの講習会で、まあ、デイビッドとか検索をしていただくと、たくさん出てきますので、まあ、ちょっとそちらを見てみてください。で今回は、これ最近ちょっと出てきたところもあるので、プッシュをしてるんですけど、チップアトラス、これを使ってですね、これもエンリッチメント解析が実はできるようになってます。で先ほど太田さんも紹介をされてましたけど、いろいろなことができるんですよ、チップアトラス。こんな感じ でこの一番右側にエンリッチメントアナリシスっていうのがあって、皆さんがお持ちの寺院のリストをですね投げると、そこにですねチップシーケンス、全世界のほぼ全てのチップシークのデータに対してあなたの遺伝子リストをクエリとして投げてくれて、どういうそのチップセックのデータとエンリッチしたか、関係がありそうかっていうのが、すぐ分かるという、これ結構優れもの機能になっております。この辺はさっき太田さんが紹介されたので飛ばしますが、全て統合 TV の動画が作られてますので、これ見ればできるようになってます。でこれ開発者の沖さんが監修してくれてますので、ちゃんと分かりやすくなっておりますので、ぜひ見てください。で今回のエンリッチメント解析も動画があります。はい、ということで、実習やっていきたいと思います。でこれ実はですね、クイズになってます。で発現差のあった遺伝子リストを皆さんが持っている想定で、それらの遺伝子に結合しうる、あるいは上流でそれらの遺伝子の発現を制御する可能性がある転写因子を検索するというテーマでやってみたいと思います。チップシーケンスって分かりますよね。クロマチン免疫チンコって分からないってことありますね。クロマチン免疫チンコで調べるともうたくさん解説がありますんで、ちょっとの原理原則はちょっとそちらで見てください、まあ、ただ今回の内容としてはチップシークのデータは結局はその遺伝子にくっついて転写因子となんか複合体を形成してるとかっていうのをガチッと固めて、それを落としてきてシーケンスするっていう方法なんですね、チップシーケンス。なのでそれと一緒に落ちてきたデータとあなたが投げたリストがどう関係しているか、でつまりはそこでエンリッチしているということは、あなたが投げた遺伝子と何か相互作用するとか、あるいは結合しているとか、あるいは上流でその遺伝子の発現を制御しているマスターレギュレーターみたいなものがもしかしたら連れてくるかもしれないというようなことが実は一気に今できてしまうというような内容です。で皆さんこれやってみましょうということで、ここにちょっとリストを用意しました。ある興味ある遺伝子リストをジーンシンボルに ID 変換したデータになってます。で、最近レフセックもいけるようにななるみたいな状況だと思うんですけど、もともとはチップアトラスはジーンシンボル GAPDH とか、ああいうアルファベット何文字か のいわゆるシンボル、遺伝子シンボル、遺伝子名みたいなところ の ID しか受け入れてくれなかったんですね。なので、まあ、それを実はそのこんな感じで変換してます。シップとかありますよね、こう有名なやつとかね。でこれが今300個ぐらいかな、400個ぐらいでしたっけ、350個ぐらいあります。これを、何か制御する転写因子を探してきてくださいというのが課題なんですが、これを見てパッと見て分かった方はこれチップアトラス使う必要もなくて、もうご卒業なんですけど、まあ、そんな方は、地球上に一人もいらっしゃらないと思いますので、この辺は機械の力を借りるということになってます。こういうことなんです。でもつまりはどういうデータベースを使うかっていうのはこれ見ても分かんないんですよね、人間はね。一個一個論文を読み込んでもその全体のつながりとかはやっぱり分かんないわけですよね、まあ、300個だったら、ね、10年20年かければいけるかもしれないですけど、まあ、どんどん新しいデータ出てくるわけで、こんなのに10年20年かけられないわけですよね。なのでうまく道具を使いましょうという話です。でこれを使って今回はもともとこれがどういう遺伝子リストだったかを考察しますということで、本当は皆さんこれがどういう実験で出てきたデータかっていうのは皆さん
当然知ってるはずなんですけど、今日はそれがわからないということです。何かの意味のあるリストなんです。これ意味のある実験をして出てきたリストなんですけど、それが今回は皆さんわかんないので、チップアトラスの結果を見てこれがもともと何だったかっていうのを推測するっていう、ちょっと逆引きみたいな、そういうちょっと練習です。なのでちょっと皆さんこれを、で今回実はですね、これ遺伝研のスパコンにクエリを投げるんです。すごくないですか、スパコン皆さん使えるんですよ。なので、今実際にやっちゃうと、みんなの皆さんのクエリがスパコンに飛んでいって大変なので、ちょっと見ているだけみたいになるんですけど、非常に簡単ですので、ちょっとスパコンのクエリを投げるのはラボに帰られてからまたやってみてください。それなら全然構わないと思いますので、この実際にこのリストを使ってですね、本当にそういうふうになるのかどうかっていうのをやってみていただければいいと思います。あともう一つ重要な話題は ID 変換って結構大変ですよね。皆さんご苦労されてないですか。 ID 変換大変なんです。でこれ人なんでまだ簡単なんですけど、まあ人の場合はいろいろツールがあるんですけど、 HGNC っていう人の遺伝子の名前を決めてるこういうコミッティがあるんですけど、HGNC の略なんですけど、まあそこのシステムを使ったりすると割と簡単にできますよなんて話があったりもします。まあ人マウス系は割と簡単ですよね。であとさっきちょっと出てきたデイビッドっていうその解析ツールもあるんですけど、ここでも ID のコンバージョンツールなんかも使えますので、まあいずれかどれを使っていただいても構わないと思いますが、自分の使いやすいやつを使ってみてください。はい、ということで準備はこれだけなんです。遺伝子のこのリストを皆さんお持ちになって、チップアトラスに行っていただいて、トップページからエンリッチメントアナリシスを押します。でこういう画面が出てきます。でここでオプションを指定するんですけど、オプションの指定はこの画面の通りしてください。でこれ何をしているかっていうと、まずアンチゲンのクラス、これだから対象ですよね。どういうものを対象にしますかということなんですけど、まあ、全部選んでもいいんですけど、今回の目的があなたのリストを制御する何か転写因子を探したいっていう明確な目標があるので、今回は TF、 これトランスクリプショナルファクターですけど、これを選んでいます。で他もし例えば RNA ポリメレースとかヒストンとかこの辺とか興味ある方はこの辺選ばれるといいと思います。目的に応じて変えてみてください。で次に2番、どういうセルのタイプのデータを取りますかっていうことなんですけど、今回はもう全てのデータ、 何か特別な、臓器とかにこだわらず全てのサンプルでっていうので今オールにしてますけど、こういう見て分かる通りアディポサイトとかブラッドとかボーンとかみたいな各臓器別の分類がありますので、まあ、私はまあアディポサイトだけ見られればいいっていう方はアディポサイトだけ選んでいただくというのでもいいと思います。で3番目はスレッシュホールドなんで、これ優位性の域地の指定なんで、これはちょっと一回やらないとそのこのね機微がわからないと思うんで、まあいくつかこれ出てきた結果に応じて厳しくしたり優しくしたりとかっていうのをやるのにここを使ってください。で4番のところにあなたの先ほどのこのリストをですね、これローっていうところをやればコントロール A をやると Windows の場合は全部選択ができますので、これコピーして持っておけばここにコピペができますし、もしテキストファイルで持ってる場合はファイルを選択していただければ OK です。でこれ今回ジーンのリスト、ジーンシンボルのジーンのリストなんで一番下の方に入れてください。でベッドファイルとかでも直接読み込ませることができるので、その場合は上の方ですね。で今回は、この投げたあなたの遺伝子を何と比較しますかっていうところなんで、レフセックのコーディングジーンということでこちら選んでください。であとはあなたのデータセットに名前を付けるだけなんで、これ任意です。自分が分かる記述をしてください。あとは最後転写因子からの距離をどのぐらい広げますかっていうことで、まあ基本的にはデフォルト通りでこの初期値の5000でいいと思うんですけど、何かこだわりがある方は短くしたり長くしたりされるのでもいいと思います。というふうに入れていくと大体予想されるランの時間は5分ぐらいですよなんていうのが書いてありますんで、であとこれをサブミットを押してしまうともうこれスパコンにですね飛んでいきます。3番クエリが飛びます。
ので今回はちょっと見ててくださいと書いてあります。でやるとですね、画面がこんな風に変わります。でこんな風に変わって、あなたのクエリが投げられましたよとか、で今解析中ですって場合はランニングっていうのが出ます。で大体予想時間5分後ぐらいにこう出るんですけど、で計算が終わるまで待ちます。なんか予想より少し 1、2分、まあデータセットの大きさにもよるんですけど多少前後します。で計算が終わるとですね、ここがフィニッシュになります。でフィニッシュになって赤い文字が出ます。でそうするとですね、このリザルトの URL が有効になりますので、これをで見られるようになりますし、この結果がタブ区切りのテキスト TSV でダウンロードしたい場合はここのリンク先からダウンロードできるようになってます。でこのリンク先 URL の方をクリックすると5番の結果、このテーブルの図が出ます。でこのテーブルの図はまだ皆さん使えて、これがそれなんです。で多分出ると思います。まあ、ただこれいつまで残ってるかなんか分かんないらしいんですね、大きさに聞くと。なのでこれずっと残ってるからと思ってやんない方がいいと思います。ちゃんとタブ区切りのテキストでダウンロードしておいた方が安心だと思いますが、今はこんな感じでまだ見られます。でこれがもう結果なんですね。まあ、あとは7番結果の解釈をしますということで、もうこれで終わりなんです。でこれを見ながら、あれ消えちゃった、このですねテーブルを見ながらどういう遺伝子のリストを投げたらこういう結果になるのかというのを、まあ、考えていただくというのが今回のクイズになっております。まあ、とはいえなかなか見方が難しいのがこのエンリッチメント解析らしくてですね、大きさに聞いたところ、まあ、勘どころはですねこういうところらしいですね。 P バリューがまず低い、まあ、偶然当たってるわけじゃないよっていうところですね。でオーバーラップマイデータ、これはどこだかな、オーバーラップマイデータ、これが、まさにですね自分のデータと公共のデータ全体で、どのぐらいマッチしたかっていうその割合ですね、割合というか度合いですね、これがなるべく多い方がよくて、でかつその倍率というかどのぐらいその濃縮されてるかとかどのぐらいそこに多く集まってるかの度合いがフォールドエンリッチメントというのはここにありますけど、これがなるべく高い方がいいということで、今、P バリューが低い順に相当されているので、だいたいおおよそこの辺も倍率が高いもの、あるいはオーバーラップが多いものがこう上に来ていると思いますが、この辺いろいろ相当番号、ここの矢頭を押していただくと相当が変わりますので、ちょっといろいろ試してみていただくと結果がこんな感じで変わりますので、ちょっと本当にそうか見てみてください。 P バリューが低い順高い順とかこんな感じですね。エンリッチメントが高い順低い順みたいな形ですね。これなんかはフォールドエンリッチメントがすごく高くて良さそうに見えるんですけど、全然数としては少ないっていう、だから全然ダメな例なんですけど、なので P バリューが低くて倍率が高いみたいな、そういういくつかがこの3つが一番満たすものが一番角度としては高いというところなんですね。で、この3つが3つを満たすようなものがたくさん転写因子があったりすると、それは非常にいいクエリを投げていることが明らかで、入力した遺伝子群をまとめて制御するいわゆるマスター転写因子みたいな、マスターレギュレーターみたいなものが入ってた、あなたのリストの中に入ってたよみたいな可能性が高いと解釈ができるそうですので、まあそういうところで見てみると、何の偶然か分かりませんが、そのサンプルの細胞はですねリバーばっかなんですね。リバーでリバーの何かっていうと、さっきもレフェックスの回で出ましたけど、ヘップ G2 っていうヘパトブラストーマのセルラインがありますけど、肝がん細胞ヘップ G2 で実験されたデータがなぜか多いわけですよね、上位で。で2番目見ると少し他のも出てき始めていますけど、1番手はやっぱリバーが1ページ目ずっと独占してるんですね。あとはまあ割とこう多能性の幹細胞みたいなので出てるようなやつが多いなんていうのが分かります。
であとこのアンチゲン、その抗体ですね、その対象になってる遺伝子の方ですけど、何かっていうと HNF4A とか、この辺はでもちょっとまあ難しいですが、ご専門の方とか転写因子に詳しい方はちょっとピンとくる方がいるかもしれませんが、ある臓器に特異的なというかみたいなのが入ってるなんていうのが、まあこの辺もし分からなければレフェックスでちょっと見てみるともしかしたらいいかもしれませんというようなところで、大体よろしいですか。もうこれで、まあ、このぐらいしかヒントがちょっとないんですけど、もともと何のリストを投げたかななんていうのを皆さんのちょっと頭の中で、まあこれ当たらなくてもいいと思うんですけど、まあ頭の体操というかいろいろイメージされてよろしいですかね。大体それで答え合わせを見ちゃうともうここに答えが載ってますが、その答えはですね、なんとFX からダウンロードできる人の肝臓特異的発現遺伝子のリストだったんですね。どうですか、当たりました。結構イージーな問題だったと思うんですけど、今ここ右クリックするとダウンロードされて、これ実は元々のさっき皆さんがずっと探していたこの470個、これをここダウンロードってボタンを押すとこの470件全部ダウンロードできるんです。でそれを人シンボルに変換したのがさっきの350個のデータだったんですね。ということから考えるとですね、結構すごくないですかっていう結果なんですね。でこれ結果の解釈として、これまあ一つの一例なんですけど、注目すべきところは上位にリストされた転写因子っていうのは実は全て肝臓由来のデータでしたよね。で実はこの肝臓のデータっていうのはチップアトラスではそんなに数が多くないんです。でそれはどっからわかるかっていうと、このリンク先にどういうデータが中に入ってるかっていうのがこのドキュメントに記載されていてですね、これが2019年3月時点のその細胞の種類の分布なんですけど、一番多いのは血球系とか血液系のデータがもうずば抜けて多いんです。血液のサンプルっていうか、まあ、その辺が多いんですよね。で今回リバーはどこかっていうと ここなんですよ。ちょっと下から数えた方が早いぐらいのサンプルの少なさなんですね、まあ、なのにもかかわらず上位に1ページ目全て独占するぐらいリバーが上に来たというのはかなり、特異的にというか、優位に出てきたんだろうというふうなことが考えられるわけです。で最もサンプル数の多い血球とかは 100位よりも下の方に出てくるとかって書いてありますけど、もう血球がもう結構上の方に出てきてもいいようなもんなんですけど、ここ出てきますよね、やっとね。でも他もそんな出てきてないので、これは本当かどうかちょっと分からないですが、まあこんな感じになってます。ででさらにですね、一個一個精査をしていくと HNF4A とか FOXA2 とか FOXA1 っていうのがここに出てきてると思うんですけど、 FOXA1、FOXA2、HNF4A、 これがですね、これらを実は繊維芽細胞に、遺伝子導入するとあのヘパトサイトへダイレクトリプログラミングするなんていう論文がもうちょっと出てるぐらい、結構メジャーなマスターレギュレーターというかマスター転写因子なんですね、っていうのが上に来てますよっていうことなんで、これあのそのリンク先ですけど、これ見てみてください。ということで、結構、まあ結構まあ、今回はレフェックスので検索できる肝臓特異的遺伝子の中にマスターレギュレーターっぽいのも入ってたよっていう話なんですけど、まあそれはそうだろうっていうところですけど、ちゃんとチップアトラスにエンリチメントアナリシスをかけると、ちゃんとしたというか出どころのはっきりしたデータをやると、ちゃんとマスターレギュレーターっぽいのが抽出されますよっていうのがご実感いただけたかなというふうに思います。でこれも皆さんまさに転写因子調べたいなとか、なんかマスター制御してるやつ調べたいなとか結構よくやられると思うんですけど、まさに、ここに入れていただいて自分の、リストをですねここに入れていただいて検索していただくと、思わぬ転写因子が連れてくるかもしれないということで、今回紹介をいたしました。でこれ逆に言えばレフェックスの肝臓特異的遺伝子も
生地嘘じゃないなというのが、まあ、逆に分かったんじゃないかと思うんですけど、お互いにねあのいいサービスだなというのを自分で言うのもなんですが、分かるかなというふうに思いますので、まあ、ちょっといろんな場面でですね使い分けていただけると大変良いと思います。これチップアトラスので、チップシークの検索結果なんで、先ほどちょっと冒頭に申し上げましたけど、ジオタームだけでいいんだけどっていう場合がほとんどの方多いんで、その場合はですねもういくつもあります。デイビッド、これ超有名です。でただちょっとデータが古くなってきてるという指摘もあって最近使われなくなりつつもありますけど、使いやすさは僕は一番いいかなというふうに思ってます。であと最近なんかグイグイ来てるのがこのメタスケープっていう、まあ、同じようなものなんですけど割と可視化がいい感じに出ますので、使い分けてみてください。で最近ちょっと新しいのはエンリッチャーって読みますけど、これなかなか良くて、もう世界中のいろんなジーンオントロジーみたいないろんなオントロジーの分類のデータをですね横断的にエンリッチメント解析してくれるっていうツールです。で、ヒトマウス、ラット以外にもショウジョウバエとかコウボ、線虫、ゼブラフィッシュなんかもにも特化したそういう情報を集めてくれているところがありますので、上2つでちょっと満足できない方はエンリッチャーとか使われると良いかもしれません。あとは統合 TV なんですが、エンリッチメントアナリシスの結果を目視で確認するしかないですか。どうでしょう。まあ、数にもよると思うんですけど、割と上位を見ればどうなんでしょうね。私もちょっと他のデータセットでバンバンやったことがないんで何ともお答えが難しいんですけど、目視以外なんかあるのかな。まあ、例えばリストがたくさん、今これ私330個しか投げてないんで大したことないんですけど、これ例えば1000個2000個投げるともう少しリストが頂戴になってっていうところはあるんですけど、結局はやっぱりその足切りっていうか P バリューで足切りしたりフォールドエンリッチメントで足切りしたりとかっていう風になるので、ねえどうなんでしょう。目視である程度いけるような気がしておりますが、しております。リストを人シンボルに変化した時に漏れてしまう遺伝、そうなんですよね、これありますよね。なのでもう漏れてしまって困るようなやつは、まあ、ちゃんと自分で目で見て手で変換しておくとか、あんまり全自動でやらないとかっていう、そういうぐらいですかね。結構漏れはあると思います。調べる上位の転写員指導士の関係、自分で調べる以外でわかるでしょうか。これもね、だ本当はまあそこも教えてくれればいいんですけど、今現状あるのかな。今その先まで教えてくれるサービスって多分なくって、これも機械がやっちゃうとあんまり人間がやるとこがなくなっちゃうっていうかね、なんですよね今のところ。まあ、これもできちゃうと別に人間がやらなくてもいいんじゃないかっていう風になっちゃうんで、まあ、一応自分で調べられた方がいいような気がしますし、まあ、今後出てくるのかもしれないですけどね。さらに例えばそうするとあとネットワーク解析とかいう風な話になってくるのかもしれないですね。サイトスケープとかそういうものを使ってもっとこう広大にネットワーク図を書いてそこから調べるみたいな形になるので、そうするとまあ自分で調べる以外の方法というとまあそうなのかもしれないですね。もう今回は数が少なくてかなり典型的な例だったんで、ちょっと解釈しやすかったっていうところあるので、もう少し皆さんみたいな例だと難しいかもしれないです。はい、ということで統合 TV 最後すいません、おさらいです。散々ですね上の2つの実習で統合 TV ありますと言ってきましたけど、そういうことなんです。生命科学分野の有用なデータベースツールの使い方を動画で紹介しているツールウェブサイトです。で今1600本以上動画がありまして、まあ、こういう講習会の動画もありますし、あと一個一個のツールの使い方をスクリーンショット撮って、録画して、解説している動画もあります。で、YouTube にお使いの方はご存知だと思うんですけど、 YouTube に同じものが上がってますので、おなじみの再生の画面で快適にご覧いただけると。で何が快適かというと、まあ、環境に応じた解像度ですとか、あと倍速表示ですね。分かる人にとってはちょっと遅いかもしれません、進み度合いが。なので倍速表示をしたり、あるいはゆっくり進めたりなんていうのもできるようになってますので、まあ、皆さん私なんかよりも YouTube 詳しいと思いますので、快適な画面でお楽しみいただければと思います。
で、実績としては結構皆さん見ていただいてですね、 YouTube 版だけで今のところ、これちょっと2019年4月ですけど130万回ぐらい、もうすぐ100いくつかな、140とかいくんじゃないかと思うんですけど、まあそんな感じになってきています。でこれ開設以来ですね、2007年ぐらいから始めてるんですけど、まあ、おかげさまで紆余曲折ありながらも右肩上がりにこんな感じで伸びております。月間でいうとだいたい2万回とか2万3000回とかですかね。再生時間でいうと1700時間、すごい長いですね、なっております。でこれ一個一個個別のページを見た場合こんな感じに画面が出てきて、これ YouTube の埋め込みの動画があって、ここボタンを押すと再生されます。で説明書きがあって、まあ、見どころのダイジェストとしてだいたい何分何秒のところでこういうことをやってますよなんていうのがありますので、まあこの説明文とダイジェストを見ればだいたいどういう内容かなんていうのは、あの中身を動画を全部見なくてもですね、分かるようになっています。はい。で動画はですね、あの YouTube が見れないっていう結構大学とかあの会社とかあるようなので、オリジナルのファイルがダウンロードできるようになってますので、ここですね押していただければ、あのお手持ちのスマートフォンに入れることもできますし、ローカルに落としていつでも再生するなんていうこともできるようになってます。はい。あとは DOI っていうあの高級的な URL、 これ論文のところによく DOI セミコロンなんとかとかってついてると思うんですけど、あれね、あのデジタルオブジェクトアイデンティファイアって言ってあの付けられてるんですけど、引用しやすいように付けております。なので、これもご利用ください。ちなみに ここですね、こんな感じで、これあの余談ですが日本初の e ラーニング教材に DOI が付いた例ということでらそうです。そうですね、あとは、まあ、この辺あの申し上げてる通り参考資料に使ったり、あとあの皆さん後輩ができて入ってきたりした時にいろいろ教えるのめんどくさいと思いますんで、あのぜひそういうのに使っていただければお互いハッピーというふうになってます。あと我々がやってるアジャックスの講習会の資料なんかもここからご利用できるようになっております。こんな感じですね。はい。で今回1日コースですので、あんまり紹介できなかった内容なんかも多々ありますので、そんなような時に例えばこの辺見ていただける と、動画とその時の講習資料がダウンロードできるようになってますのでご覧ください。あと静止画、動画だけではなくて静止画も取り揃えてございます。こんな感じですね。生命科学に関係する画像だったら何でもいいというポリシーのもと、何の脈絡もなく鳩が出てきたり、こういう細胞の分化の様子が出てきたり、あとは何でしょうね、こういう蚕みたいなのが出てきたり、あとこういうなんていうんですかね、あのポンチ絵というかあの画像みたいな、こういうのがよくあの研究発表のイントロダクションとかでこういうの使うと思うんですけど、まあ、そんなような画像とか、まあ、もう何でも取り揃えております。でまだまだまあ足りないところはあると思うんで、リクエストなんかも募集しております。でこれ自由に使っていただいてよくて、あのクリエイティブコモンズって午前中あの箕輪さんの回で話があったと思うんですけど、クレジットさえしてくれればどのように使っていただいてもいいです。あの商売に使っていただいてもいいですし、改変自由です。 CC BY っていうところですね。だこの記述だけ書いていただければ、論文の図表なんかでもよく使っていただいてます。あとはあと募集と宣伝ということで、お探しの動画とかあと静止画がない場合はリクエストフォームっていうのがありますので、こちらから書いていただければ私必ず見ますので、送ってみてください。ちょっとメール書くとね、あの敷居が高いような感じがありますので、あのこれとポチポチこうしていきながらやれば簡単にこうやって送れますので、あのこんな感じで送っていただければと思います。そうですね。であと統合 TV をですね、これ実はあの皆さんオンラインで作ってます。で現我々と同僚が一緒に作ってるわけではなくて、あの外注みたいな形でですね、私が結構こう編集をしているって話をしましたけど、あの中身をこう編集したりあの吟味してですね、あのちゃんと出るようにあのしてですね、オンラインであの完結するような作成環境を整備してますので、あの帯広の方でももちろん可能です。で作っていただいたら作っていただいた分だけ借金が払えますので、もし
なんかそういう、まあ、学生さんなんかもしいらっしゃったらご紹介いただければありがたいです。であと去年の冬にですね本っていうのが出たんですね。統合 TV 本っていうのがあってガイドブックみたいな形で先ほど1600本動画があるよって話をしたんですけど、なかなかまずどれを見ればいいのよっていうのがなかなか分かりづらくなってるということで、まず研究室に入ってきた人がどこを見ればいいか、どういうものを勉強すればまず一通り一人前になるかっていうところを統合 TV スタッフ監修というところで、ちょっと書籍化しようみたいな話がありましてですね、こんな感じで出ております。で定番としてまずどれが抑えればいいのよっていうところを、動画解説のもとですねテキストでも書いて紹介してます。で体系的にまとめて俯瞰的に捉えられるというところを目指して編集を行いました。でご興味あったらこの辺のリンク先から見ていただければと思います。ということで大体ざっと来ちゃいましたけど、まあここでちょっととりあえず押さえておきたい統合 TV をおすすめ番組ということでいくつか書いておりますので、ちょっと皆さんそれぞれご興味別々だと思いますが調べてみてください。まあ皆さんジェネラルにということであればパブメド検索のプロが我々 DBCLS のところにおりますので、その人が文献検索のいろはをですね教えてくれるという講習会もありましたので、パブメドをもっと使いこなしたいなっていう方はこの辺見られると良いと思います。あと何でしょうね、クリスパーダイレクト、あクリスパーキャス9でこう遺伝子ゲノム編集とかやりたいっていう方はこの辺見ていただくと、開発者がクリスパーダイレクトも我々のところでサービスしてますのでその辺も当たってみてください。 NGS 講習会もありますですね。そんなところでよろしいでしょうか。つまみ食いなんですけど、ごく一部の、遺伝子発現データの生物学的解釈を助けるデータベースとかウェブツールを紹介していきましたということで、まあ、ぜひですね皆さん今日機会にというかちょっと使えそうだなと思った方はまあ、まさに顕微鏡とか実験試薬とかと同じなツールですので、まあ、使ってみてどうかっていうところがありますんで食わず嫌いせずにですね使ってみていただけると結構便利なものが出てきておりますので、ぜひ使ってみてください。で道具を知ってですねその使い方が分かれば、あとはその先ほども言いましたけど研究者としてのまあセンスというのか、まあ、情報分析力とあとそれを元にした想像力というかね、そこがまあ今人間がやるところで一番差が出るところのような気がしますので、まあ、その辺をうまく皆さん発揮していただいてですね素晴らしい研究をいろいろ進めていただければなというふうに思います。あと最後ですがこれですね、研究にもし我々に限らずですねデータベースウェブツール役に立ったらですねこういう NBDC 特に DBCLS の提供するサービスについてはこれがどのぐらい役に立ったかっていうのがですね調査されておりまして、引用数とかアクセス数とかで評価されているので、まあ、ぜひ何かすごく役に立った具体例みたいなのがありましたらこの情報提供フォームがありますのでこちらからお寄せいただけると大変助かります。ということで駆け足で来てしまいましたがよろしいでしょうか。以上です。ありがとうございました。